ースの時間です。ククリポーターからお届けします。新年を迎える、久しぶりに飼い主に会った時の金魚の反応とは。2024年を迎えました。飼い主のうつくんとしーちゃんは帰省のため数日間家を空けたそうです。4日ぶりに飼い主に会った金魚の赤ちゃんと白丸くんはとても喜んでいる様子がうかがえます。久しぶりに会えてすごく嬉しかったです。お腹が空いていたので、とにかく早く餌が食べたかったです、とのことでした。また飼い主のうつくんは、僕もずっと会いたいと思っていたし、ちゃんと生きているか心配でした。久しぶりに家に帰って元気そうな赤ちゃんと白丸くんを見たときは嬉しかったですね。喜んでいる姿がとても可愛いですね。飼い主のうつくんの愛情も伺えます。赤ちゃんと白丸くんはその後餌をしっかりともらったそうです。続いてのニュースです。新しい餌、いつもと違う餌が出た時の金魚の反応とは。2匹が大好きなフレークタイプのこの餌、大好きな分食いつきもいいことが伺えます。先日熱帯魚ショップで違う餌のサンプルをもらったため開けてみたところ、赤ちゃん種は気に入った様子が伺えますが、一方で白丸くん種はどうやらお気に召さない様子。硬くて食べにくかったんですよね。いつもの餌の方が好みです、とのことでした。その後金魚町へ抗議をし、元の餌に戻してもらったそうです。続いてのニュースです。クリオネ出没、その時の金魚の反応とは。こちらがクリオネが出没したという水槽です。金魚の赤ちゃん氏と白丸くん氏も驚いて逃げている様子がうかがえます。取材によると、見たことのない生物だったのでびっくりしました。その後もクリオネが気になり、何度も声をかけようと試みる2匹。こんにちは、わ、怖い、逃げよう。その後も何度か試みましたが、お話は結局できなかったようです。以上で本日のニュースを終わります。